最高のアンチエイジング法をご存知でしょうか。人は年齢を重ねれば誰しも老いていきます。ですが周りを見渡してみると、同じ年齢なのに若々しい人もいれば、年齢以上に老けて見える方もいます。その違いを生み出す最高のアンチエイジング法は、新しい挑戦をすることなんです。米国のマサチューセッツ総合病院のディッカーソン氏が、高齢でも20代の若者レベルの思考力を維持しているスーパーエイジャーの研究をしています。年齢を重ねても脳が衰えない人には、共通する生活スタイルがある。それは新しいことにチャレンジすることを恐れないことだと、ディッカーソン氏は言います。いくつになっても新しいことにチャレンジする人は好奇心を持ち、いつもワクワクしているので、若々しい心を持つことができ、アクティブに行動するので、体も若さを維持できるんです。年を重ねても好奇心を失わず、絶えず新しいことに挑戦したいですね。皆さんのやってみたい新しい挑戦ありましたら、ぜひコメント欄に書いてみてください。